じゅんくん、おはよう。いいお天気だね。じゃんけん。ひなたぼっこできていいね。引っ越したらもっとひなたぼっこできるところにしようね。中ですか。仲いいね。ジャン君からのアンズちゃん。アンズちゃんはずいぶん甘える子になりましたね。やっぱりフェイスブックでアピールした方がいいかな。今日ちょっとまた考えてみようかな。君たちちょっと仲良くなってきてるね。仲良くなってきてるよ。が好きだね。本当だね。よしよしよし。よしよしよし。で、カオリンにご飯をあげているときにはおとなしく待っているアンズちゃんです。偉いね。すごい、本当にちゃんと待ってるんだね、うん、ありがとうね、アンズちゃんね。すっごいよく分かってるね、アンズちゃん。賢い賢い、お利口さんだね、アンズちゃんね。はい、行くだね。この聞き分けの良さ。めっちゃいい子やん。おろしちゃった。
高いところにみんないます。ジャン君だけ下で寝ています。アンドちゃん、カオリン、カオリン、はい、カオリン、はい、大丈夫でしょう。指はどうかな？手が出る？手が出ちゃうね。よいしょ。よいしょ。それでは、これを見せようか。これね。はい。カオリンの毛がいっぱいついているブラシですが。はいはいはい。はい、大丈夫大丈夫。はい、大丈夫大丈夫。はい、いいね、うん、このブラシだけは信用するんだね、うん、はい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 、うん、カオリにはこのブラシをつけて譲渡しないといけませんね。匂い付きのこれおまけで。まあね、そうだね。まあそれをよく使っといてね。本当にカオリしか使わない。じゃあカオリ専用の奇跡のブラ、奇跡。伝説？もう忘れちゃったな。伝説のブラシ買ってくるからね。200円するよ、200円。まだ売ってるかな？はい、また今晩も騒ぎは続いております。そして、今度は上に登るの？はい。そして降りて、はい。そして指を噛むのか。はい、お腹が空いて少し気が立っております。新安定剤ね。ブラシも叩くか、きれい。うん、うん、うん。うん。少し待ちなさいよ。うん。ほら、アンズちゃんはこんなにおとなしく待ってるよ。アンズちゃん。変な生き物になってるよ、アンズちゃん。
じちゃん、行くよ。あんじちゃん、ありがとう。はい、であいで。あんじ。はい、あんじちゃん。かおり、お待たせー、どうぞ。はい、お待たせー。はい、行くのね、かおちゃん。勢いで食べております。かおりんちゃんです。ハンズちゃん、ハンズちゃん、